ビー、来てくれてありがとう。で、一体何があったの？ソウルがさらわれた。レイスの仕業さ。あの頑固親父ヘマしやがって。なぜレイスだと？連中のキャンプを監視したところ、複数の捕虜がいることを確認した。ソウルもその中にいる。あんたなら助けてくれると思って呼んだんだ。助けるに決まってる。チューマなんだから当然じゃない。本気にしていいの？私は相当しつこいよ。ええ、耐えてみせる。ああ、それと報酬も用意してるから。西海岸一のスナイパーライフルだよ。テクトロニカのグラード。使ってたの見たでしょ。感謝の気持ちと一緒に受け取って。良さそうね。そんな平凡な言葉じゃこの銃の凄さは語れないよ。じゃあ行こう。ミッチが待ってる。え、なんでパナムとビーが一体どうなってるの？スコーピオンのことがあったってのによく顔を出せたもんだな。ソウルの件だろう。無視しな。おいパナム、まさかお前本当にやる気なのか？誰かがやんなきゃ。今回ばかりは無茶が過ぎるぞ。やるしかないんだ。ミッチはここで会うはずなんだけど。すぐに来るよ。よそから手を借りるなんて聞いてない。借りられる手は借りないと。何か問題でも？まるで私たちの人手が足りないって言ってるようなもんでしょ。そもそも人数をかけて正面から仕掛けるつもりはない。ミッチがすでに偵察の準備をしてる。潜入役は B、 私は援護に専念する。静かにやるなら二人で十分ね。俺たちだってラフェンのクソ野郎どもに一矢報いてやりたいさ。だが、しょうがないでしょ。前回の攻撃で半分近くがやられた。物資はリノの向こうで止まってるし、装備だってわかるでしょ。まさにどん底さ。正直この状況から抜け出せるかは。リーダーがさらわれたのに何もしないつもりなの？何がクラン、何が家族よ。聞いて呆れるね。それぐらいにしないと。やめなって。考え方はそれぞれでしょう。ミッチが来たぞ。レイスのキャンプにドローンを飛ばした。喧嘩が済んだなら映像を見てもらっていいか？ええ、もちろんよ。ドローンは光学迷彩を使ってるから見つかりはしないが、その分バッテリーを食う。手早く済ませてくれ。レイスの連中はセメント工場の跡地に居座ってる。やつらはイナゴと一緒さ。襲来しては全てを奪い尽くし、また次へ向かう。でも今回はあの壁が見える？防衛対策を取ってるみたいだ。つまり連中は長居する気ってこと。その理由はわからないけど、もしかしたらソウルのことが関係してるのかも。中に侵入して確かめる必要がある。あの監視所はキャンプ全体につながってるはず。なるほど。ただ壁の一部は警備が薄いから、そこを狙う手もある。
後があるでしょ。タイヤの跡、相当重たいものを運んでる。何かしらの機材か、ソウル以外にも捕虜がいるのかも。トラックに続いてる。スキャンしてみて。ソウルはあの中に拘束されてたんだ。このでかい建物、ソウルはきっとこの中にいる。こんなに広いの？砂浜でダイヤを探すようなものよ。壊されてなきゃ監視カメラのネットワークを利用できる。制御室さえ見つければね。連絡路だ。ガレージとメインの建物をつないでる。よし、取っかかりはつかめた。準備はいい？大丈夫、行きましょう。よし。ミッチ、バンの準備は？やれることはやった。見てみな。さすがだね。まあほとんど間に合わせだけどな。それでも十分だよ。待て、もう一つ渡すものがある。もしソウルにまだ息があったらこいつを使うんだ。スーパージェット、それもとびきり強力なやつだ。きっと役に立つだといいけど、おんぶするわけにもいかないし。じゃあ準備はいいね。ビ、一緒に来てくれる？ええ、当たり前でしょ。それじゃ、運転は任せる。運転しないの？スコープの調整をしとこうと思ってさ。
タンクローリーを奪った時はそのまま燃料をばらまいた後火柱を上げて子供たちを喜ばせた。昔はすごかった。憧れの人か。分かってる。私は離れた場所から援護する。くれぐれも慎重にね。
苦しまないようにしてやるから。見つけたらたっぷり可愛がってあげるからね。お仕置きしてあげよう。面白くなってきやがって。Back here! Back here!
パナム、ソウルを見つけた。まさか生きてる、と思う。よかった、じゃあ早く脱出して。ソウル、俺の葉巻はどこだ。しっかりして、パナムと助けに来たの。パナム、あいつはもういない。帰ってきたのよ。ほら行きましょう。お前もしかしてあの時の人か。ひどい傷ね。これを使った方がいい。ああ、こいつは効くね。ソウルはどう？このまま踊り出せそうだ。生きてるよ。よし、じゃあ脱出して。まずいことになる前にさっさと脱出しないと。分かってる。すぐ行くから急いで。無駄するな。やってやるよ。ここからじゃ無理だ。ビー、もうすぐそっちに来てよ。大変だね。ビー、早く後ろに乗って。よく考えろ。わからないのか。何のこと。連中は俺たちの拠点を知りたがってる。このままキャンプに向かえば向こうの思うツボだ。少しは外を見たら。嵐でタイヤの跡は消える。あとは必要ないな。は、すでに後ろに疲れてる。Thank you.
からじゃ無理だ。これで足止めできるはずだ。急げ。一息つかせてくれ。危ないところだった。口の中が砂だらけだ。じゃりじゃりする。泊まりになりそうだね。電気は来てるのかな。 B、 スイッチを探してくれない。使えるものがいろいろある。慌てて出てたわね。バイオテクニカのオファーは良かったの。オファーじゃなくて脅迫でしょ。地上げで変わらない。知った風な口を。バイオテクニカはインガルキを大げさで追い出して、この土地をずっと放置してる。それでも企業の肩は落ちるわけ。そこら辺にしておけ、花田。冷えてきたな。うん、ヒーターが壊れてるみたいなんだ。 B、 なんとかしてくれない？頼むよ。ああ、もしかしたら外のヒューズが揺れてる。見てきてくれ。賞味期限は戦争前でも、まあ大丈夫でしょ。今日はついてるね。ついてるか。面白いことを言う。説教の予感がするんだけど。座った方がいいよ。何時間も続くから。説教はしない。だが大事な話がある。レイスに捕まった後、奴らは俺からいろいろ聞き出そうとしてきた。キャンプの場所、輸送ルートに積み下ろしポイント。連中にクランの状態を知られたらすぐさま襲撃を仕掛けてくるだろう。それにお前やめときなよ。二人とも疲れてるんだし。分かったよ。
ラーフェンは俺たちだけじゃ手に負えない。だからバイオテクニカと組むの？ B、あんたもなんかやってやってよ。お前とはいろいろあった。まあね、家族だし。蒸し返しはしない。大賛成。お前に戻る気があるなら俺たちは皆喜んで歓迎する。だが条件がある。家中に飛び込むような真似はもうよせ。ほーら始まった。まあいい、喧嘩ならこの先いくらでもできることだしな。それもそうね。とりあえず今は一眠りさせてくれ。手を貸そうか。お断りだ。砂嵐を北アフリカで何て呼ぶか知ってるか？ハブーブさ。いい響きだよな。待って、何今の？まさに嵐の真っ只中って感じ。薬のせいじゃない？だといいけど。頭ぶつけておかしくなったのかも。まさに嵐の真っ只中って感じ。それでこっちの方がいい？いや、どうだろう。ここなかなかいいモーテルにできそうじゃない？暖炉も酒もあるし、私ならきっと常連になるね。ああ、最高。農場があってついてたね。朝まで停電しなきゃ言うことなしだ。一日中履いてたんだよ。衛生上どうなの？お疲れでしょ。お客様にはごゆっくりしていただきたいんです。そう？例えばどんな風に？まさに嵐の真っ只中って感じ。なんとかなった。例えばわかるでしょ？ああ、B、ダメよ。今の関係を壊したくないからね。じゃあ友達ってことで？うん、友達で。 B、来てくれてありがとね。本当にありがとう。ねえ、聞こえる？何が？ほら、風の音弱まったみたい。ハブーブのことはわからないけど、血抜く風が部屋に吹き荒れると一睡もできないんだよ。いくら眠くてもね。インディペンデントカリフォルニアモーテルへようこそお越しくださいました。どうか素敵な夢をご覧ください。さらに70人が行方不明のまま。この方
放送を聞くことができてるリスナー諸君、自分は運がいいと思わないとな。だ。おはよう。よく眠れた。よくやったな。昔思い出したぞ。俺が読書好きな理由を教えてやろう。北の方は良かったな。フィクションでなら何だって可能になる。体中痒くて仕方ないし。次は私にモーテルを選ばせて。そんな機会があればね。私はぐっすりだったよ。あんたの肩のおかげかな。さて、私はそろそろ行かなきゃ。待って、あれでカルドスに戻るんじゃないの？家族の一員として。一員さ。来て。ソウルはいつも話を大げさにするんだけど、今回ばかりはそうでもない。今回のレイスの件はこれで終わったわけじゃない。キャンプ内の備えはソウルに任せる。だから私は。どうするつもりなの？連中はうちのルートを探ってたでしょ。だから今度はこっちから向こうを偵察するんだ。ああ、それと約束の報酬大事にしてやってね。いい子なんだ。心配しないで、パナム。してないよ。さて、本当ありがとね、いろいろと。こっちこそ力になれてよかった。元気でね。パナムもね。この借りはいつか返すから。よし、町に帰るぞ。 B、 こんなど田舎はもううんざりだ。